プライベートを覗いてみたくないですか。バラエティの世界へようこそ。携帯公式サイトビジョンキャスト、越智雅人プロデュース、ウィンズの個人情報流出テレビ、315円で見放題。ビジョンキャスト。明けましておめでとうございます。フレームの聖子です。新年一発目のビジョンヘッドラインです。今年はですね、ビッグなことをしちゃおうかなと、いやっていうかしますということで、2008年もよろしくお願いします。最初の映像はこちら。ウィンズ2枚目のベストアルバム、ベストイレブンが1月1日に発売されました。四季から最新シングル「ビューティフルライフ」までの11曲のシングルのほか、フォーエバーメモリーズのライブバージョンなども収録されています。知念里奈さんがあの超大作ミュージカルに出演します。知念里奈さんがミュージカル「ミス・サイゴン」に出演することが決定し、都内で行われた制作発表会に出席しました。水木有沙さんがスリムウォークの新作発表記念イベントに出席しました。同商品の CM キャラクターを務める水木さん、都内で行われたイベントにピンクのミニスカワンピースで颯爽と登場、自慢の美脚を披露しました。なので半身浴は常にするようにしてますね。一日のやっぱり疲れが取れますし、あと老廃物が出るっていう、出すということもありますけども、真正面とちょっと気になる。ウィンズ、リード、バニラムードがライブイベントに出演しました。そちらの模様をどうぞ。これから二十歳を迎える女性を応援するスペシャル企画、京都着物友禅二十歳応援ライブにウィンズ、リード、バニラムードが出演、会場を大いに盛り上げました。マックスのリナさんがソロ写真集リナシングスを発売しました。東京新宿の福屋書店では発売記念握手会が開かれ、たくさんのファンが集まりました。なんか素の自分が表現できたかな。今回は構成や衣装選びにも深く関わったというリナさん、その思いが強く込められた写真集、皆さんぜひチェックしてください。ユーフォーリアのライブ映像が届きました。クリスマスイブの12月24日、六本木の毛布東京で行われたライブイベントにユーフォーリアが出演し、熱いパフォーマンスを披露しました。今井絵理子さんのライブ映像が届きました。どうぞ。渋谷オーイーストで今井絵理子さんのライブが行われました。フレームとリードのコラボライブ、ビガップライブが名古屋のみその座で行われました。9月の大阪公演に続いて行われたビガップライブ、今回も非常に盛り上がりました。まだまだあります。ここで僕からのお知らせです。フレームの動画ブログ、フレイムービープロテインはメインディッシュ、毎日更新していますので、パソコンから見れます。ぜひ僕たちの素顔を覗きに来てください。はい、それではここでビジョンファクトリーからのお知らせです。携帯の動画配信サイト
ビジョンキャストでは水木有沙さん、上原貴子さん、一茶さん、国中涼子さん、平愛理さんが主演しているスペシャル5分ムービー5 Stories in Xperia を配信しています。舞浜のイクスピアリを舞台とした素敵な作品に仕上がっていますので、ぜひチェックしてください。さて、今回のビジョンヘッドラインいかがでしたか？今年も1年よろしくお願いします。以上、フレームのセグでした。バイバイ。アムロナミエ、マックス、ダパンプなどのアーティストが数多く所属するビジョンファクトリーの公式モバイルサイト、チャクータ。チャクータフルはもちろんのこと、アーティストの素顔を見ることができるブログやムービーコーナーなど、ここだけのオリジナルコンテンツが満載。ビジョンファクトリー .jp